花子さん見えるんだ。何？花子が？はい、再び活発化し始めた模様です。新派の女子社員の行動で確認しましたので間違いありません。そうか、ここしばらくおとなしいと思った。早急に対策を講じる必要があるかと。心配するな、手はすでに打ってある。一人にしてくれ。デミルへのプレゼントは？はい、坂口常務に報告いたしましょうか。その必要はなかろう。は？常務の危機管理能力を拝見するいいチャンスだ。違うか？いえ。ワールドアローズ社との仮契約は無事終了しました。今後は本契約の条件を少しでも有利にするために本年度中に当社の余剰人員並びに過剰経費をできうる限り削減することが急務かと。はい、正義なきコストダウンです。まあ社長の耳にお入れするほどのことではありませんが、まず手始めに不必要な書類や備品の整理から着手したいと。はい、お任せください。失礼します。旧外注管理部の備品の引き取りは？お昼からの予定です。本日中には全て運び出せるかと。これでいよいよお別れだね、北浦花子くん。明日の仮契約の準備はいかがですか？それはもう滞りなく。また例の骨董品プレゼントですか？何かご不満でも？取引先を接待したり贈り物を送ったり、そんな旧態依然の日本式ビジネスではグローバル化など先が思いやられると申し上げているだけです。リストラ担当で翼商事のコストカッターの異名を取るあなたから見れば無駄に思えるかもしれませんが、私はビジネスはあくまでも人と人とのつながりだと信じております。そんな古臭い考え方こそ真っ先にリストラすべきだ。まあそれこそが私に求められた職務なんでしょうが。なんだこれは？何者かが社内に配布している模様です。何が花子さんだ。こうして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 やる。取締役。なんだ？まだございますが。本当だ。こちらが来年度の人員採用の試案です。いかがですか大竹専務。大卒および短大卒女子の採用は大幅カット。これもリストラの一環かね？はい、ここ数年社内結婚の比率並びに女子社員の結婚退職率も圧倒的に下がっています。その観点から見た総合的判断です。なるほどな。来るべき合併を優位に進めるためにもでき得る限りの合理化が急務かと。
10年一昔とはよく言ったもんだ。バブルの頃は女性初の総合職だ、キャリアアップだ、甘い餌を散々撒いたもんだがな。その結果残ったのはしかし職場の花が消えるのは男としてはちょっと寂しい気もするがね。防災訓練ですか？ああ、それも明日の午後3時。しかも抜き打ちで取り行う。抜き打ち？火事が起きるぞ。非常ベルが鳴るぞって前もって分かっていて訓練になるか。防災センターの職員以外に漏れないよう情報管理を徹底しておいて。ですが、いきなり非常ベルを鳴らしてパニックでも起きたら。心配すんな。訓練用の非常ベルとアナウンスを用意させてある。明日の3時にいきなり訓練が始まるんだ。それぐらいで対応できないような社員はリストラの対象になる。防災訓練と社員の見極めを一遍にできる合理的な計画だとは思わんかね。はあ。よし、時間だな。防災訓練なら3時からです。まだ3時間もありますが。いや、こういうことは万事早め早めに準備しておかないとな。はあ。ただの防災訓練じゃないんだ。危機管理体制のチェックも兼ねた重大な訓練なんだぞ。突発的な出来事にパニックっておたおたするような社員は真っ先にリストラの対象だ。それでこの緑色のが訓練用の非常ボタンです。これを押しますとサイレンと同時に防災訓練を知らせるアナウンスが流れます。こっちの赤いのは、これは本物の非常ボタンでして、これを押してしまいますと本物の非常ベルが鳴り、防火シャッターが自動的に降り始めます。解除には時間がかかりますので、くれぐれもこちらには手を触れないように。いいですね。私を誰だと思う。失礼しました。いよいよだな。え？15秒前です。緊張した声を出すな。すいません。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。それは嘘。あら、まあ大私は確かに訓練用のボタンを押そうとしたんだ。それがこんなことになるなんて、花子の仕業に決まってる。それはどうかと。もうこれ以上おとなしく黙ってるわけにはいかん。この会社から花子と花子に関わるもの全てを一掃してやる。名付けて花子ゼロキャンペーンの開始だ。私
何？北浦花子が？はい、新派の女子社員を集めて、なぜか男子も1名混じっておりますが、協力を求めた模様です。そうか、プロジェクト花子、通称プロジェクト H、 見つけ出して実現させるのが目的かと。プロジェクト H、 クソ、生意気にそんな名前までつけて。いえ、名前は私がつけました。なぜ？その方が面白いかなと思いまして。嫌いではない。あの、一つ伺ってもよろしいでしょうか。なんだね。取締役はどうして北浦花子をこれほどまでに毛嫌いされるんですか。会社というのは人間の体のようなもんだ。頭脳は経営陣、心臓は営業セクション、肝臓は人事や経理、ビルの建物が骨格、末端の社員たちは筋肉。それぞれ機能が違う臓器が有機的に結びついて、初めて翼商事という会社を動かすことができる。いつの間に。会社という体内を流れる血液、それこそが情報だ。優秀な企業では情報の伝達がスムーズに行われ、逆に言えば不祥事を起こすような会社は情報の流れがどっかで淀んだり詰まったりしていると言ってもいい。なんとなくわかります。さて、そこで情報という血液の流れを阻害する要素、それは何でしょう。コレステロール。すいません、すいませんでした。その通り。え？社内におけるコレステロール、それは噂、特に女子社員どもが休憩時間に垂れ流す無数の噂こそ、会社の機能にとって百害あって一利なしのコレステロールなんだ。中には善玉。そして北浦花子こそ社内にはびこる無用の噂のシンボル、言うなればコレステロールの化け物だ。うわ。我が社は今2003年1月の大鳥物産との合併を控えた大事な時期だ。合併に際し、少しでも条件を優位に進めるために、できうる限りの合理化を進める必要がある。企業の合理化、つまりダイエットには無用のコレステロールを切り捨てることが不可欠。なるほど。しかし考えようによってはチャンスでもある。チャンスですか。北浦花子たちよりも先にプロジェクト H を見つけ出し、何としてでも握りつぶしてやる。いいな。はい、直ちに。何？プロジェクト H が？はい、プロジェクト H は社内のどこかにある時の翼の中に先代社長が隠したと思われます。時の翼。エントランスの時計ではなかったようです。ちなみに。ちなみに？時の翼という名前は私がつけたものではありません。常務から処分する骨董品をこちらに運ぶようにと言われまして。そこにお願いします。はい。小峰ルー子、花子が見える新人社員です。何？じゃあ失礼します。待ちたまえ。え？北浦花子が見えると言っているのは君か。一言言っておくが、ロッカーの花子さんなんてこの会社には存在しない。え？花子は役立たずで暇な OL たちが会社への不満のはけ口として作り出したただの噂に過ぎない。しかも悪玉コレステロール並みにたちの悪い。悪玉？私に課せられたのは会社の余分な贅肉をカットすることさ。したがってロッカーの花子も、そんな花子を信奉する OL も全て排除してやる。いいか、そのことを肝に銘じておくんだ。このことを北浦花子にも伝えておくように。いいな。え？
取締役。なんだ。最初の言葉と矛盾しておりますが。あ、とりあえず失礼します。一人にしてくれ。これどう見たって土佐の椿。ああ。なんだ君は。ここで何をしてる。それは。いやだ生ピース久しぶり。相変わらずちっちゃ。あのこの掛け軸処分するくらいだったらいただけないかなと思いまして。掛け軸これです。お願い生ピース。別に焼却処分するだけだから構わんが。やった。なんだったら実費をお支払いして。ねえねえ、彩子さんから聞いたんだけど、花子さんのプロジェクトを隠した掛け軸ここにあるんだって。タイミングの悪さは天才的ね。花子さんのプロジェクト？プロジェクト H。これだ。皆さんお疲れ様でした。くそ、北浦花子のやつ卑怯な手を使いよって。申し訳ございませんでした。ミスミスプロジェクト H をあいつらの手に渡してしまった。何たる失態だ。それに関して対応策が。何？私たち二人にはまだ最後の手段が残されています。私たち二人？ユダ。はあ？何を始めるつもりなんだね。北浦花子が我が社内でパソコンを使っている以上、社内LANにつながっている可能性はかなり高いはずです。社内LANということは逆に社内LANのホストコンピューターから北浦花子のパソコンにアクセスしてハッキングを仕掛けるということもできるかと。ハッキング。北浦花子がパソコン上に呼び出した例のプロジェクト H のデータをこちらから改ざん、あるいは最終的にデリートしてしまうことも可能ということです。デリート。取締役お分かりですよね。ああもちろん。繋がりました。よし。北浦花子のパソコンにダイレクトインしました。ちょうどプロジェクト H のデータがアップロードされているところです。で、どうすればいいんだね。これを押せばアップロード中のデータ、向こうのフロッピーのデータ、すべてを消去することができます。何？プロジェクト H をこの世から完全に消し去ることができるということです。この世から完全に消す。消去を開始します。取締役困ります。このままでいい。いや、
に。でも私プロジェクト H は消去しなくていい。このまま世に出してしまうんだ。え、北浦花子を消去するため。ああ、その通り。どういうことでしょうか。北浦花子は10年にもわたり外注管理部のロッカーに住み着いている。いわば自爆霊。ええ、霊が取り付くということはその場所に何かの強い執着があるから。違うか。会社に取り付くということは仕事。その通り。北浦花子がロッカーの花子さんとなり会社に取り付くのは仕事に対して限りない未練と執着があるから。それがあのプロジェクト H。 事故で死ぬ直前まで関わっていた巨大プロジェクトだ。未完のまま死んでしまったことが相当無念だったと思って間違いない。ということは北風と太陽は北浦花子の霊はそれを敵視し追い出そうとすればするほど意固地になって会社に残る。だったらその反対で執着のもとである優しい生活プロジェクトを実現してやれば。満足して成仏してこの会社から消える。こちらが各業種ごとの企画書です。なるほど、よくできているな。え、それがですね、ある朝突然こうパーッとできてた。うちの総力を結集したものです。そうか、さすがだな。早速各メーカーへの打診を開始いたします。この調子で引き続き頑張ってくれたまえ。期待してるから。ありがとうございます。お任せください。失礼します。失礼します。ご苦労様です。よかったですわね、生為取締役。このままプロジェクトが完成すればお望み通り私を会社から追い出すことができるんですから。果たしてこれでよかったのか。あら、なあにその意味ありげなリアクション。取締役、午後のご予定ですが。ああ、本日は4時から定日ホテルで大鳥物産秋葉会長のパーティーがございます。車を手配しましたので3時半にはこちらを出られればよろしいかと。よし、わかった。悪いがお茶を頼む。かしこまりました。ん？ここでいい。はい。戻りは遅くなる。何時になるか分からんから先に帰ってて構わない。いってらっしゃいませ。やっぱりあなたには私が見えていたでしょ。あの、大丈夫、取締役には内緒にしといてあげる。ちゃんと自己紹介した方がいい？いえ、北浦さんのことはずっと調べていましたから。そう、だったら話は早いわね。話って？何を考えてるのか教えてくれない？あなたの上司の生Pが。生ピー？ああ、生ためさんの昔のあだ名。同期の間ではみんなそう呼んでたから。確か取締役とは4期した。確か最初に配属になった顧客サービス室で一緒だったわ。確か10年前に31で亡くなったわけだから今生きていれば40… 41? なるほど、かなり若作り。
年の話をしに来たんじゃないの。すいません。さあ、彼がどうして私のことをあんなに毛嫌いして会社から追い出そうとまでしてるのか教えてもらえるわよね。そんな、私はただの秘書ですから。あら、そうかしら。四六時中彼のそばにいて彼のことをずっと見つめているあなたになら分かると思ったんだけど。え？だってあなた生タメさんのこと好きなんでしょ。だからあなたにも私のことが見えたりしたのかもね。なんか最近社内恋愛の悩みとかが多い気がするし。あの、はい。そこまで分かってるならその先を私に言わせるのは酷だと思います。あら、どうしてかしら。ご自分の目でお確かめください。ん？ゲッ。生為さんはまあいいとして。取締役。すまない。ルコさん、ちょっと。人は